で、ディープラーニングとは何か、まあ、知らない人もいると思うんで説明しようと思う。人工知能が一番こう外側にある。で、その内側に機械学習、マシンラーニング。それをまたサブセットでディープラーニングがある。で、違いはまあ、何でもその、人間っぽく、コンピューターに人間の真似させるっていう広い範囲が AI ってやつですね。で、その中で、プログラミングしなくて、ね、データをいっぱい与えると勝手に学習してくれるものは機械学習。で、これはあんまり違わないんだけど、まあ、ニューラルネットを使う。ニューラルネットワークというのを使って、特化しているのがディープラーニング。で、マシンラーニングにはニューラルネット以外にもね、ランダムフォレストとか、まあ、いろんなテクニックがある。幅広いテクニックがあるんだけど、まあ、ニューラルネットに特化したのがディープラーニングで、まあ、大差はないという話です。で、これまあ、スケジュール。で、T シャツ作ってんだね。で、これ結構金が余ってるんだもんね。いろんなスポンサーがついてます。こういう、MIT の授業にはね、羨ましい限りだよね。で、こういう T シャツも配ったりとかね。最後には発表させて、発表で一番良かったには40万円ぐらいの GPU プレゼントとかね。強烈な授業だよね。はい、あ、これだね。商品。うちの研究室について入ってるのは、これが4期入ってるんで。これが4期入ってて、まあ、こういうのくれるというね。ジョークだけど。これも商品だね。商品。そう、この後にやるのは、音楽生成の人はヘッドホンくれて、ビジョンの宿題で勝った人はディスプレイくれて、教科学習ってね、いうのを勝った人はヘリコプターくれるという、ね、ドローンくれるという、まあ、洒落てるね。この辺はいいとして、これも強烈だよね。この2人が一応教師なんだけど、TA こんなにいるんだね。ありえないよね。ありえない。あ、これがスポンサー。で、まあ、やりましょう。なぜディープラーニングが最近こうバズってるのかって話。で、普通は今まではどうやったかっていうと、手作業で、特徴を抽出する。特徴っていうのは問題に特化して、なんかその、うまく解くために、さっき言った、さっきのMIT の別の、サプライチェーンアナリティクスでやってた、独立変数っていうのは実は特徴ベクトルなんだね。あれを自分で抽出しないと、いわゆる普通の機械学習もうまく動かない。それを自動的に、しかも階層的になっていて、こう、ディープラーニングっていうから、まあ、適当なニューロンの層を作るんだね。そうすると、最初の上の方の層では、線と認識する。このニューロンは、この線だと反応する。その線が集まって、その次ぐらいのニューロンだと、この情報をもらって、線と線を合わせて、鼻とか耳とかっていうのを認識する。もっとずっと深くしていくと、顔はわかるよ。なんていう技術なんだね。で、これを自動的にするってことがポイントで、手作業でやるとすごい時間かかるんだけど、自動的にやってくれるから、データをいっぱい持ってきてぶっ込めば、何もしなくても出てくるっていうのが、このディープラーニングの良さであって、それが流行っている理由です。しかも普通に特徴で抽出していてはできないような、さっきの、声をオバマっぽくするとかね、どうやってそんな特徴わかんないよねって言うんだけど、勝手にやってくれるところがすごいと思います。で、なぜ今になってできたのかっていうと、これ歴史です。1952年、最初に確率的勾配法というのが提案されて、58年に、これは MIT でパーセプトロンという、一番初歩的なニューラルネットが出てきた。86年ぐらいになると誤差逆電波とか、これ自分の書いて読めないな。多層か。多層のニューラルネットの発想が、ヒントンとかね、有名なディープラーニングの、ゴッドファーザーと言われてる人が、まあ、言ったんだけど、あんま流行らなかった。で、95年ぐらいになってくると、畳み込みニューラルネットワークっていうんで、画像がうまくいくようになったとかで、手書き文字がまあまあうまくいくようになってきた。本当に流行ってきたのは多分2010年ぐらいから、つい最近のことです。なぜかというと、データがいっぱいあるようになってきた。ビッグデータ。で、イメージネットとか、またはウィキペディア。イメージネットっていうのは、ものすごい量の画像を誰かが集めてくれたんだね。ウィキペディアっていうのは、もうこれ実は、ウィキペディアのデータを全部放り込んで、で、文字じゃないや、言葉を分からせようというプロジェクトがあって、今、実は日本語以外の中国語も含めて、翻訳っていうのも自動翻訳がすごくうまくいくようになってきて、もうちょいだと思う。もうちょいで皆さんの iPhone もちゃんと翻訳をしてくれるよう。今はひどいけどね。もうちょっとでいけるようになると。あとはハードウェア。GPU という、
グラフィカルプロセッシングユニットって言って、いわゆるゲーム用の、並列用のちっちゃいこういう機械、さっきあったね、2085Ti とかね、ああいうのがまあ安くなってきた。で、あれで並列計算ができる。計算まで、ね、すごい単純な計算を繰り返し繰り返しするんですね。ただの行列演算。なので、こういうマシンがあると早くなる。あとはソフトウェア。これも最近だともう2015年ぐらいから無料のがいっぱい出てきて、今ではもうたくさんたくさん無料で使えるようになってる。ここでは TensorFlow というね、Google がやってるのを使うと思う。はい。で、まあ、歴史から Percept って何っていうと、こっち入力です。さっきの特徴、独立変数ですね。まあ、複数の独立変数入力として、適当な重み、それぞれに対して違う重み、ウェイトを掛け算したのを合計します。これね、XI×WI を合計するだけ。それに対して、この非線形関数、この当時はシグモイド関数って、まあなんか適当な関数、非線形関数、活性化関数とか言います。こいつをかけて出てきたのが質量。こんだけです。これがパーセプト。なんてことはないよね。で、これで、さらに、なれ、バイアス項といって、まあ、定数。この、これ1があるね。1かける W 出ればここに入ってた。そんだけですね。これで、入ってきた値を自動的に掛け算して、こっちって出てくるっていうのが、前方電波とか訳すんだけど、まあ、計算出てくるって話です。で、実際に計算はさっきこうやってバラバラに書いたけど、行列で書くと、X 点値、トランスポーズ W に W0 を加えたのに G がある。まあ、こんだけです。いいよね。行列だけじゃなくて。で、この G というのは何かっていうと、当時はシグモイドファンクション。ね。こういう関数。まあ、見たことあるよね。ロジットファン関数とか、なんか、兵頭先生大好きでね。これね、こういうのがある。まあまあ、シグモイド関数。この分野ではシグモイドファンクションって言います。0から1に。で、真ん中で0.5になるという関数。で、この活性化関数って言うんだけど、シグモイド古くて、今では使う人はあんまりいません。まあ、あるアーキテクチャといって、例えば、時系列モデルなんかやったりするときは、一部でシグモイド使うんだけど、普通、画像やったりするときは使わない。使わないことが多い。で、これです。微分するとこうなる。まあ、実際試しにやってみてください。この下にあるのは、TensorFlow の中の関数。TensorFlow というモジュールのドットマスのシグモイドってやると、もうこれが入ってる。微分も勝手にやってくれる。自動微分してくれるんで、で、関数はこんな形です。微分はこで、ハイパータンジェントっていうのがあります。まあ、関数形はこうなんだけど、まあ、タンジェントの逆関数。で、タン H、ハイパータンジェントって関数。微分して、微分もややこしいんだけど、ずっと変形していくと、G 自身がここに入ってくるんだね。G って関数は計算されてるんで、微分値って言ったら自分の値を放り込めへんだね。これもそうだね。だって計算した方が早い。真面目に計算しないんだね。で、レルって普通に言ってて、レルって言います。Rectified Linear Unit。ちゃんとした正式名もあるんだろうけど、日本語のあんまあるんだけど、だいたいレルって言って、私もよく覚えて、ランプ関数って言ってくる。関数簡単です。マイナスだったら0。プラスだったらそのまんま。いいよね。ことは、微分値はっていうと、プラスだったら1、それ違ったら0。ね、レルで。で、これが実は、画像とかやったりするときは、もう最近は主流です。これがこれの変形です。で、活性化関数は非線形性を導入する。さっき、ウェイトをかけるっていうところは、ただの線形関数なんで、ちゃんと言うとアフィン関数なんで、線形関数に線形関数なくても、まだ線形関数なんでね。だ、そう増やしていっても、ずっと線形のままだ。だから、この非線形性を入れるっていうのが、とても大事なことになる。だから、今のこの活性化関数がないと、ディープラーニングは動かない。で、線形で分けようとすると、これ、だから緑と赤を分けたい。線形関数はいくらやっても分けられない。という弱点があったんだけど、非線形にすると、こんなふうに分ければいいでしょう、みたいな。実は、後で出てくると思うんだけど、任意の関数。どんな関数でも、どんな複雑な関数を与えたとしても、任意の精度で、多層、実は多層じゃなくても、一層だけ、隠れ層って言って、一層だけ、全部で3層ぐらいだね、のものが近似できるという定義が証明されているわけです。はい。で、これなんだ。さっきのパーセプトの、だね。
実際に数値を入れてみました。W をこうするとこんな関数になっていて、これは中身はただの線なんだね。ただの線。こういう線。で、これが、こっち側にあったりすると、さっきの G という関数、この関数を計算すると、こっち側にあるのはマイナス。あ、これ、この値を入れると、0.002か。という値になりますというので、一応、ここには非線形関数が入っているので、この位置によって、出てくる関数が非線形になっている。ね。で、ただし、この部分が線形だったりすると、こっち側が、こういう、y は0.5未満。こっちは0.5以上。ここがちょうど y0.5 のところ。というふうにして分かれます。二つね。したがって、で、戻って、単純化したパーセプトロンはこんなふうになってるでしょって話で、繰り返したね。x という入力に w というウェイトをかけて、z を計算する。z に対して非線形関数、可視化関数によって y が出てくる。で、そう。で、複数、マルチアウトプット、二つ出力があるようなパーセプトロンっていうのは、ここに Z を2個作ればいいんだね。この計算は前と同じ。ね。で、Z を複数作って、両方に対してシグモイドやって、で、こういうのを、完全結合層とか、デンスレイヤーって言います。フローリーコネクテッドレイヤーとか言ったりする。で、それを、プログラムで書いてみましょうっていうのはこれだね。さっきテンソルフローって言ったんだけど、テンソルフローっていうのは、とっても書きづらい。めんどくさい。で、ケラスってのがあります。ケラスっていうのは、テンソルフローをもっと使いやすくしたラッパーって言われてるものです。これでやるとめっちゃ簡単で、といっても、まあ、一個一個書く必要があるんだけど、こんな風にします。これ自分ので作った今の、出力2個の、まあ、デンスレイヤー、完全結合層を作った。で、これクラスってやって、この括弧の中に何か入ってるよね。TensorFlow ClassLayers.Layer。これが元になるクラスです。元になるレイヤーだから、層のいろんなのが入っているクラスを持ってきて、そこから派生させて、このクラスを作る。で、Python だと、アンダースコア、アンダースコア、イニット、アンダースコア、アンダースコア、ダンダーイニットって言うんだけどね。ダンダーイニット。っていうのは初期化、コンストラクトです。必ず初期、最初、このクラスを作ったときには、この関数が呼ばれる。呼ばれてきたら、入力次元と出力次元だけを引数としてやって、自分の親、自分の親、スーパーってのは親です。これ、これ。このクラスを呼ぶと。その初期化を呼ぶと。その後で、この次元によって、自分、これセルフって自分ね、クラス自身、クラスのインスタンス自身の W に、このクラスの元に定義されていた addWeight っていう関数、メソッドを呼んで、出力は1個だね。インプットディメンジョンとアウトプットディメンジョンに合わせて W というのを作って、 B っていうのは、なんだ、なんて言ったっけ、定数項だな、次元1で、で、これを合わせて、で、これ、自分とセルフと、入力をかけ合わ、インプットと W をかけるときは、マットマルツ。こういう、メソッドがあるんで、掛け算をして、B を足して、Z が出てきて、Z に対してシグモイド。したのが出力になる。こういうふうに書くだけで、さっきの、これが実現されます。いいかな。まあ結構めんどくさいんだけど、まあこのぐらいだったら書けるでしょって話だね。で、これだと、まあ自分の好きなものが設計できるんだね。で、まあ、ほんとね。で、これ、で、実はもうそういうのが、準備されていて、ケラスレイヤーデンスってやって、ユニット2ってやると、これがもうできちゃいます。で、なんだ。で、この入力、出力の間にあるのを、何層あったとしても、それを、隠れ層って言います。ヒルンレイヤーという。で、一旦これ取っといて、またこういうふうにやるっていうのが、まあ、一種の、多層のニューラルネット。はい、ここの部分は普通のパーセプトロンね。ウェイトを掛け算して、計算して、非線形関数、可視化関数やって、次にやると。で、その実装は、これでいいよって話だね。ケラスにはシーケンシャルってのがある。これとこれが2つの層を順番にやってねと。で、この層は、N 個。隠れ層 N 個だから、ケラスのデンスの N ってやって、出力2個だから、ケラスの、レイヤーの2ってやると、
これを作ってくれ。順番に入れたのを、この順番に計算して出力してくれ。はい。もっと増やしてもいいんだね。いくら増やしてもいい。はい。これずっとつなげればいい。ずっとつなげていけば、多層の、完全結合層のがたくさん並んでるようなのは、これで作れる。はい。大丈夫。ついてきてるかな。質問あったら途中で止めてね。たってこれ例だね。授業に合格するかどうか。で、2つの変数です。で、授業に出た回数を X1、最後の試験、プロジェクトのために使った時間を X2 としたときに、X1、X2 に対して、これが、緑が、合格した連中、赤が落ちた連中。いいよね。で、これを、分けたい。学習したい。で、その学習機っていうか、ニューラルネットを作ったら、新しく来た。これは今までにないデータ。4、X14、こっちが5の人は分かりますかっていうと、まあなんか雰囲気浮かびそうだよね。そういうのを、予測してあげるっていうのが、これの目的。このパスかフェイルっていうのが、出力で、これはもうすでに、これデータとしては正解が与えられている。で、未知のデータを当てるっていうのが、いわゆる分類問題です。はい、で作ってみましょう。4と5だから、入力は2個。で、出てくるのは、通る。たかどうかを表す確率だね。出力は1個。0.1 だと多分落ちるねってやつだね。で、そうだね。あ、これ4と5やって、ウェイト適当に初期ウェイトを与えてみて、W1 ハット。ハットってね、予測値のことね。を計算してあげると、計算したのは 0.1 でした。でも正解は1でした。1ってことは通ったんだね。じゃあこれ違うじゃん。ってことをやります。で、違ったらどうするかっていうと、これとこれの差。いいかな。これが予測値ね。W、今与えた W のもとで、今入れた X、この 上側の括弧付きの I っていうのは I 番目のデータって。さっきデータいっぱいあったよね。I 番目のデータを入れたときに、その正解、この場合1との差は何ですかっていうのが、この損失関数、ね。違ってれば違ってるほど大きくなるようなものを適当に定義してる。問題によって違うんだけど、定義されてるのが損失関数。この 花文字なんだけどね。花文字の L で表されてるのが、花文字って英語で言うとカリグラフェアとか言ったりするけど、言ってないかもしれないな。授業ではね。で、実際に計算してあげて、でその損失関数のすべてのデータ、これデータいっぱいあったよね。データいっぱいあった。すべてのデータに対する平均値を検出してあげたのが、目的関数とか費用関数とか言われてるもので。で、これを最初に、この JW。W ってのはこのウェイトね。ウェイトとかパラメータって言われてるもの。それの、関数にやってるはず。いいよね。0.1 と1で、あ、違うよね。0.80 で違うよね。とかね。0.61 だと、まあまあ合ってるよね。とかね。で、こういうのを計算してあげる。はい。で、これ分類問題の場合の損失関数は、これを使います。クロスエントロピーロスって言います。クロスエン、まあ、エントロピー関数みたいな感じで、実際1だったときに、その、実際が1の時は、ここが生きるんだね。yi が1だったらこれだよね。で0の時はこれだね。で、1の時に1に近い具合がログのこれになってる。ログってのは1に近づくとこんな風にミュンってなるやつだから、この関数とこの関数の和のことを、クロスエントロピー関数といって、こういう損失関数を分類問題の場合は使います。普通の最小次乗法みたいな感じではないんだね。ね。で、あ、そう、これ最小次乗法だと、普通の、あと数値を当てたい場合は、次乗平均損失関数といって、当たりと予測の次乗和の平均を取ればいい。ね。ね。これ最後の試験の点数だったりするときは、これを使えばいい。これを回帰モデルって言います。分類の場合は、クロスエントロピー。まあ、これは自分で定義してあげる必要。あ、ここにちょっと見づらいけど、下にあるよね。レデュースミーンで、これ 見づらいね。これ、どいてくんないのかな。関数があります。クロスエントロピーウィズロジッツ。っていうのを言えばいい。ね。はい。で、ニューラルネットの訓練にはどうすればいいかっていうと、この目的関数を最小にするような、この argmini っていうのは最小にするような w っていうね。minin だと最小値なんだけど、argmini っていうのは数学用語で最小にするような w を出したい。ね。で、それにはどうすればいいかっていうと、w っていうのはこう全部のデータを入れたものなんで、全部のデータに対する、この JW という費用関数の最小値を出したい。実際はこんな風になってる。
この一番ちっちゃいのどこっていうと難しいよねって話ね。で、どうするかって簡単で、適当な計算が出発して、勾配を計算する。勾配。勾配こっちだとすると、勾配の逆方向に行けばいい。こっちだ。だん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 減ってって、あ、めっけた。これが一番ちっちゃいよっていうのが、グレジエントディセント法、勾配効果法です。ね。大丈夫かな？はい。で、これがそのアルゴリズム。初期解、まあ、正規分布。で、適当に。で、収束するまで、勾配計算、勾配の逆方向にちょびっとだけ行く。で、これが学習率です。ね、イータっていうのが、まあ、なんでもいいんだけど、イータ学習率で、ラーニングレートとか言われてるの。そのままちょびっと行く。まあ、この調整法もいろいろあるんだけど、そうすると、やがて終わる。終わった時にウェイトを出力する。これが勾配効果法。で、ケラスで書くとこんな風になる。テンソルフローバリアブルっていうので、初期解はランダムノーマルにしておいて、ホワイルトゥルーで、なんかどっかで終わったのかな。で、勾配を計算して、ロスを計算して、その方向にちょびっといく。で、この AR っていうのがラーニングレート、学習率です。この場合無限に回ってるね。どっかで終わるのかな。まあいいや。はい。あ、これ勾配の計算法ね。あと、勾配は自動計算してくれます。自分でやんなくてもね。で、勾配実際に計算するときは、ここの、最初にこっちからこっちに順番に Z とかを計算して、Y を計算して、これでロス計算するんだよね。で、逆方向に行って、各、この W1 に対する勾配、W2 に対する勾配っていうのを計算していく。最初はこっちから行くんだね。で、目的関数の W2 に対する勾配を計算したかったら、微分の、チェインルールってわかるかな？微分ってこんな記号あったよね。この記号は変微分。目的関数の y ハット、これね、y ハットに対する微分と、y ハットを w2 で変微分したやつの積になって、これ、ちょうどこれ、キャンセルされてこれになるよね。ね。微分の記号ってよくできてて、キャンセルする。で、これがチェインルール。するとちょうどできるようになって。で、そうだね。これがそのチェインルールですって話。で、同じように、今度、w1 に対する変微分を計算したいときは、今度は、これだね。Y を消して、Z が消える。この Z に対する W1 の変微分を掛け算する。いいよね。これが誤差逆電波。ね。誤差逆電波。まあまあ、昔発明されて、今では普通にこれが入ってるんで、気にする必要はないんだけど、一応、自分で一から作るときは、こういうのを知らなきゃいけない。でしょうか。で、実際の関数の最小化は、こんなところにあるんだね。これ実はこういうのを絵にしてみようっていうね、人がいて、2017年に結構面白い論文だったんだけど、これは、すごい深いニューラルネット。50層とかね、やったのを、本当は見えないんだけど、変数いっぱいで。なんとか各工夫をしてやってみたら、こんななってやがるってね。これじゃあ、ここから出発したってさ、この辺止まっちゃうよね。行きようがないよね。で、非常に多方性の関数。なってるっていうの。で、実はこれをもっとね、スムースな関数にするような方法なんていうのを見つけた人がいて、まあでも実際関数は、見つけづらい。見つけるところは、訓練っていうんだね。トレーニングっていうんだけど、トレーニングは難しい。で、そうだね。このロス関数っていうのは探しづらくて、このぐらい、勾配を計算して、こう、学習率だけちょびっといくってことをしたんだけど、学習率をどう設定するかによって変わる。ね。で、例えば、小さすぎると、ここから出発して、全然進まない。ちょこ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 行って、この辺で終わっちゃう。大きすぎると、勾配計算して、ビョンって行くとこっち行って、また勾配計算してやるとこっち行って、だんだんもう発散しちゃう。ちょうどいいぐらいにやると、ちょうどいく。まあ、どこがちょうどいいって難しいんだけど、でも大体この学習率さえ調整すれば、まあまあ、いい線行くって。で、どうやってやるかっていうと、いろいろ試す。人しかないとかね。あとは、適応型って言って、まあ、よく言われているのは、最初大きめでだんだんちっちゃくするとか、最初、だんだんちっちゃく、逆か。最初ちっちゃめで、そのうち、さっきのこれ見ればいいんだね。これだね。最初は、だから、ある程度まで大きめに行って、こういう大きなところの底に入ったらちっちゃくして、こう行けばいい。まあ見た目はそうなんだけど、なかなかそうは、問屋が下ろさなくて難しいんだけど、で、まあ場合によって変えると。場合によって変える。まあ、いろんな方法が提案されています。まあ、そういうのをまあ気にしなくてもいい。自分で調整したりするのはめんどくさいっていう人は、後で時間あったらやるんだけど、ファスト AI っていうのを使うと、
この、ラーニングレートを見つけてくれる機構が入ってたり、も今一番いいって言われているこの探索法が元から入ってる。普通に回すとものすごいスピードで収束していくっていうのがファスト AI は入ってる。で、この事業では、まあ、一から作るんで、まあ、適当なの使ってねって話です。はい。あとは探索のアルゴリズムっていうのがいっぱいあります。今言ったのは、勾配効果法なんだけど、それを確率的にしたストキャスティックグラディエントセットとか、アダムとか、アダデルタ、アダグラッド、RMS。こういうのがもう元から入ってます。で、ケラスにはね。で、まあ、そうだね。で、実際書くときは、オプティマイザーっていうところに、ケラスオプティマイザー、なんたらかんたら。ここをいろいろ変えると、いろんな解法が動きます。で、実際にやるときは、これね、勾配を全部出すっていうためには、この元々の定義は JW を計算するためには、全部のデータを見る必要があったね。全部のデータを全部見て一歩進む。で、これやっぱ遅いんだね。遅い。その必要なくて、遅い。一歩が遅いんだね。まあまあ、数歩でここまで行くんだけど、一歩が遅い。どうすればいいかっていうと、確率的勾配法、ストキャスティックグラディエントです。まあ、これが一番シンプルで、適当な点1個を持ってきて、あ、これは本当は良くないんだけど、1個だけ持ってきて行くと、まあ普通こうならずにあっちこっち行っちゃいます。ギザ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 行っちゃう。変な方がいっぱいもある。あ、こんな感じになっちゃったね。私は書いたんだね。いや、非常に不安定です。で、どうすればいいかっていうと、適当な個数、B 個、バッチサイズ。普通64とか、適当な切れのいいところを持ってきて、それのから勾配を計算する。ミニバッチって言うんだけど、で、どのぐらいのバッチのあれがいいのって言われたら、GPU 使ってる場合は、GPU にメモリで乗るぐらい。そうすると全部並列やってくれるんで。乗るぐらいで、しかも2のなんとか乗ってやつ。普通は計算、GPU っていうのは64とか128とかって長さで区切られてるんで、乗るぐらいのバッチにして、一気に計算する。ってやると非常に早くいきます。はい。で、なんだ、ミニバッチを使うと、勾配をちゃんと推定してくれて、しかも GPU で並列計算してくれるんで、メモリに入る程度のミニバッチを自分で調整して入れれば早くできる。はい。大丈夫かな？休憩入れた方がいいのかな？大丈夫。ズームでやってると余計疲れるよね。まあまあ、休憩しながら適当にリラックスしながら。で、オーバーフィットという話があります。これ非常に大事な概念で、科学習と訳す人もいるんだけど、オーバーフィットはフィットがオーバーしてるんで、私は過剰適合の方がいいんじゃないか。過剰適合って何かっていうと、こういうデータがあったときに、全部の点を通るような曲線、すごい複雑な曲線を出しちゃう。絶対合うじゃない。だけど、新しい点、未知の点を入れたときに、めっちゃ外れるよね。で、こういうのがオーバーフィット。モデルが複雑すぎる。ニューラルネットなんていうのは、パラメータの数がむちゃくちゃいっぱいあるんで、すぐにオーバーフィットしちゃうんだね。オーバーフィットを避けるような工夫をしなくちゃいけない。これがちょうどいいぐらい。でオーバーフィットの反対で、アンダーフィットってのもある。だから、科学習って訳してる連中は、これを何て訳すんだろうね。私は不足適合と訳してる。この過剰適合と不足適合っていうのが概念としてあって、こっちは線形関数みたいになっちゃってる、ね。うん、まあまあ、これは非常に大事な概念です。単なる最適化と違うところがここです。最適化は、これ全部通る線でね、ほら、誤差ゼロじゃん。いいじゃんって言うんだけど、ディープラーニングとか機械学習の場合は、新しく来る点、未知の点に対して新しい、ね。データを全部覚えたりするのは簡単なんだけど、全部覚えさせちゃうのは良くないんだ。新しい未知のデータに対して、ちゃんと合う。反化っていうんだけど、ジェネライゼーションっていうんだけど、それを満たすようなものを見つけるっていうのが、このディープラーニングの難しいところ。単なる最適化とは違うんだ。そのための方法として、レギュラライゼーション、生息化って言われてます。で、まあ、もともとは、なんか、ウェイトのペナルティ、重みをあんまり大きくしないでねみたいなことを生息化って言ってたんで、そこから来てます。で、そうだね。まだ見ないデータに対する一般化、反化って、これ反化、反化性能の向上が、この、生息化の目的です。で、まあまあ成功してるって言われてるのは、ドロップアウトってやつです。これもヒントンが考えたやつで、学習って訓練時に、ランダムにこのニューロンの出力をゼロにしちゃう。ね。これ計算した後、これ消えてる。ゼロに設定します。
この場合、50%ぐらい。だから、50%ぐらいの確率で出力を0に設定しちゃうってことを、ね、このレイヤードロップアウトで P イコール0.5ってやると、まあ、勝手に消してくれます。そうすると、ここはダメでもこっちが計算してくれるっていうんで、まあ、普通の人間の脳みそもあちこちに、まあ、似たようなものが入ってるんだね。で、ここは壊れても大丈夫。昨日飲みすぎて、このニューロン死んだとしても、なんとかこっちで計算できる。ね。そう簡単に日本語忘れないよ。でも全部壊れたらまずいんだけど、ボケちゃってるんだけど、多少壊れても大丈夫なんだって。そういうことです。で、実際に訓練時は50%落とすんだけど、実際の予測時には全部活かすんだ。そういう方法です。で、今でもなんでいいのってよく分かってないんだけど、まあ、うまくいく。で、これは別の方法で、これ、横軸が、訓練する反復回数です。で、普通は A やって回すと、どんどん下がっていくんだね。で、訓練は必ず訓練用のデータとテスト用のデータ、検証用データって分けてやるんだね。全部のデータを訓練しちゃうと、反加性能が上がらないんで、分けてやったら基本です。で、こっちが、訓練用で、普通は訓練用のデータはどんどん下がっていきます。ね。すごくちっちゃくなるんだけど、だんだんこうテストが悪くなってくる。この時点では、あれなんだね。オーバーフィットなんだね。オーバーフィット。したがってこれ止めればいいやったんですね。この辺で止めたらいいっていうのが、このアーリーストッピングです。大した話じゃないんだけど、こんなのも一応知られてます。はい。だね。これなんだ。これまとめか。もうこれでおしまいだね。すごい。早く終わった。パーセプトの勉強をしました。多層の、複数の出力を持った多層のニューラルネットをやった後に、どうやって訓練すればいいのかなっていうのをやりました。バッチ、ミニバッチを使う。正則化を使う。で、学習率を定期的にやるとか。終わりだ。まあ、でも多分元の授業もね、30分ぐらいだったような気がする。アレキサンダー。多分1日2コマやるんだね、彼らね。1日2コマ違う人が教えて、だから、宿題はいきなりやるんだろうな。だからものすごい勢いで授業をやってると思う、あの授業は。